こんにちは、金黒です。 Apple Watch の心電図機能、日本では承認のハードルが高いようです。金黒レビューチャンネル。日経新聞の記事からなんですけど、アメリカでは Apple Watch などのウェアラブル端末を積極的に使った研究や医療への活用が進んでいるようです。アメリカ、新機器の承認早く、日本は高いハードルという記事からです。アメリカではアップルの腕時計型端末アップルウォッチなどのウェアラブル機器の浸透を踏まえ、アメリカ食品医薬品局 FDA が医療用途のアプリを迅速に医療機器として承認する体制を整えた。ウェアラブル機器を積極的に使って研究や治療への活用が進む。製薬大手のアメリカジョンソン&ジョンソンやアメリカのスタンダードフォード大学はそれぞれアップルウォッチを使い心房細動を早期発見する研究を始めた。スタンダードフォード大学は40万人以上を対象に研究し、参加者の 0.5% に心房細動の兆候を見つけた。アメリカ製薬大手のイーライ・リリーも、Apple Watch や iPhone での認知症の早期発見を目指す。膨大なデータを使って研究できる利点がある。ただ、日本では消費者向けのウェアラブル機器やアプリが医療機器の承認を取るハードルは高い。アメリカなどで使われる Apple Watch の心電図機能も日本では使われていない。測定結果を利用者が誤って解釈することへの行政などの懸念が根強い。国内医療機器メーカー、アップルも承認取得には消極的とみられる。安全性確保の反面、世界から遅れるデバイスラグは、製薬機器や医療機器メーカーの競争力に影響を及ぼす。現在国会に提出中の医薬品医療機器等法の改正案には、発売後にソフトウェアや AI で性能が改善される医療機器の承認体制の見直しが盛り込まれたという記事が出ていました。アメリカではアプローチなどのウェアラブル端末を使って研究が進んだり、医療への活用がどんどん進んでいる中、日本では利用者が誤って解釈することを行政が懸念しているということなんですけど、懸念することによってアップルも承認を得るのに消極的になってしまっているっていうのは、これはどうなんでしょう。金黒レビューチャンネル。例えばアップルウォッチを使っているユーザーが、もし心電図機能が使えて異常な値が出たときに誤って解釈をするっていう懸念、この意味が全くわからなくて、例えばもし異常結果が出たとしたら、もう心配になってプロの医者に相談すると思うんですね。自分で誤って解釈するっていうのはどういうリスクがあるのかいまいちわかりません。ほとんどの人はもし異常結果が出たらまずは医者に相談すると思うんですけど、それを誤って解釈する懸念っていうのはどういう意味なのか全く分かりません。なんとなく裏で行政側と製薬会社結びついてこういう意見が出るのかなというふうにも勘ぐってしまいます。もし誤った解釈への懸念というんであれば、もうそれは告知すればいいだけのようにも感じてしまいます。テレビだったり新聞だったり雑誌だったり、いろんなメディアを使ったり、今はSNS の時代なので、それだけでも十分浸透していくと思います。特にアプローチを使っているようなユーザーだと、あっという間に SNS でもう情報は浸透していくように思うんですけど、それを懸念しているっていう意味がいまいちわかりません。他の考え方からすると、アプローチの心電図機能でもし異常データが出て医者にお金をかけて見てもらったのに全く問題がなかったとき、なぜその心電図機能を許したんだという行政に対するクレーム、これを心配しているのかもしれませんが、そのクレームもほぼ少ないんじゃないかなというふうにも思います。日本は比較的匿名性のあるネット社会では結構叩くんですけど、ちゃんと行政に対してクレームを申し立てるときはなかなか自分の名前を明かしてまで強いクレーム出す人は結構少ないんじゃないかなというふうにも思ってしまいます。またその心電図機能のデータの異常も何らかその人の体に影響を及ぼしている可能性も高いので、その可能性がある限りなかなか強いクレーム言いにくいっていうのもあると思います。さらに付け加えて言うと、 Apple Watch には SOS 機能がついてて、万が一体の異常が発生したときは Apple Watch から情報が発信されて、その人がバッタリ倒れて動けなかったとしても助けてもらったという事例がいくつもネットの中では情報が出ています。そんな風に助かった命も、このアップルウォッチによって救われた命もあるので、ぜひ規制緩和してほしいというところもあります。金黒レビューチャンネル。過去の私の YouTube 動画でも、
携帯キャリアに対してなぜそこまで総務省が規制するのかっていう動画上げたんだと同じように、このアップルウォッチについてはなぜ規制緩和しないのかっていう疑問が残ってしまいます。日本は資源がなく食料自給率が低い、そんな島国で、あと技術がないとすれば本当に衰退していくと思います。ぜひアップルウォッチについても規制緩和してほしいなというふうに感じます。今回は日本ではアップルウォッチの心電図機能が使えない事情をご紹介しました。またガジェット類のお役に立つような情報を発信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。